突破、守護神石毛がマウンド上であります。いろんなソイルチームの監督の、ね、駆け引きですよね。今日のこのゲームの一本によって今年も現役をやろうと心に決めました杉浦がバッターボックス。ジャイアンツの火消し守護神です。さあ三遊間を破った、考えられますからね。そうですね、もしアウトになればの2アウトランナーなしということになってしまいます。俺が最初やるという気持ちが必要です。5対4と逆転に成功。組み立てでいかなければいけないわけですね。カットします。さあボールを投げるが、インコース2球とも外す。決まったわ。外野陣はゲッツー体勢。これもさあバッターは古田、今度はやっと決まったスライダー打った、しかしファウルボールです。今